ゆずちゃんでございます。本日はですね、体調管理がねいかに重要なのかというのをお話ししたいと思います。皆さん愛犬のですね、こういうお顔だとかこう触るっていうことを毎日、してらっしゃいますでしょうかね。怠るとですね、いつの間にかもう病気になったりとか出来物できたりとかね、して、しまいます。ですのでしっかりとね、毎日ご自分たちの愛犬の顔、体ね、もう尻尾もですけども、足の裏にでこう、あとは触って出来物ができてないか、もしくはね異様な膨らみができてないかね、触りましょう。全身です。もちろん全身、こう全身触ってあげて全身触ってあげまして、愛犬の異常を見ましょう。で、ちなみにですね、このゆずちゃんなんですけども、どうでしょう、いつもと変わらないように見えるんですが、ゆずちゃんですね、ちょっと鼻先に出来物がちょっとできちゃったんですけど、お分かりになります？これ。ここの指と指の、ちょっといい、ゆずちゃん。これ。ね、指と指の間に、テンとこう膨らんでるんですね、これ。ちょっと色も赤っぽくなってますね。わかりますか？これ。ね、この鼻の部分で、ここの鼻っちょ、ね、鼻の先っちょ。ここね、触るとね、ぷくって膨らんでるんですね。ちょっと出来物できてる感じですね。ニキビに、なってますね。こう、パッと見よくわからないんですけど、いつもしっかりね、見てるとわかるんですね。あれ、ゆずちゃんちょっとこの鼻の部分違和感があるなってね、気づくんですね。毎日の同じ、顔ですけども、しっかり見てるとね、違和感がわかります。で、これゆずちゃんちょっとここに、これね、模様じゃないんですよ。本当にね、こうね、ここだけね、ポコってこう触るとね、ポコってこう、なってるんですね、これね。これ。で、こう、潰してあげたいのはわかるんですけど、ね、ゆずちゃん、潰してあげたいんですけど、まあ、それはダメですね。まあ、ちょっと膨らむぐらいの症状がね、ちょっと出てくるんであれば、医者に行って塗り薬をね、もらうということが、必要になってくると思います。ね。こういう風にですね、このぐらいの距離とかね、あまりわかんないんですけど、顔近づけてよくこうやってね、愛犬の目だとかね、耳だとか、もちろんお鼻ですけどね、お鼻だとかをしっかりこう確認しましょうね。こういう出来物がね、こんなもうちょっとちっちゃすぎてわかんないっていうですね、出来物ができるとね、これが後々ね、知らんかったで大事になっちゃいけませんのでね。こう触って愛犬の症状を確認しましょう。これもね、飼い主さんのお仕事でございますね。これをしなくてね、ただ単純にご飯だけやるというのはやめましょうね。ゆずちゃんだからまたゆずちゃんこれが大好きだね。この姿勢大好きだね。ね、ゆずちゃんこの姿勢大好きね。はい、わかったわかった。ということでね、今回はいかにね、こう飼い主さんがしっかりね見て触ってあげてるかどうか、重要性でございますね。ではゆずちゃんでございました。次回もぜひご覧になってください。バイバイ。